今回は呪術廻戦コラボガチャの最終評価的なのをやっていこうと思います。で、まあ、いつも通りおすすめ厳選とか SS 倍率とか強み弱み、その辺話していって、で、今回は復刻ガチャと、乙骨とかがいるスターライトミラージュでガチャが分かれてるんで、まあ、どっちのガチャ引くべきかみたいな、そういう話もやっていこうと思います。で、まあ、性能評価やっていく都合上強いとか弱いとかそういう話になるんで、まあ、好きなキャラがそういうの言われるの好きじゃないよっていう人はご注意くださいということで、じゃあやっていきます。で、大前提としてこれからオーブを貯めてこのガチャを引く予定ですっていう人は、オーブ貯まったとしても1月27日今度の木曜日のモンストニュースまでは絶対に引かない方がいいです。なぜなら多分そこのモンストニュースで2月前半のガチャの発表とか、もしくはまたなんか限定とかコラボとか復刻とか何かある可能性もゼロじゃないんで、それをちゃんと見て、まあ来週以降何があるか見てからいろいろ、まあ、引くかどうか決めた方がいいっすね。で、今回は劇場版呪術廻戦ゼロ公開記念ってことで、この作品のコラボやってきたんですけど、アニメ2期とかも原作かなり進んでるんで、やる余裕はあるんですよね。ただ、それがいつするかっていうのは全然まだ発表されてないんで、第2弾とかは本当に将来的にはやってくると思うんですけど、まだアニメもやってないっていう都合上、まあ、確実に1から2年以上は間隔が空いて第2弾やってくるんじゃないのかなって気がする。なんで、もし仮にこれ弾けなくても、まあ1年2年、もしくは3年とか、めっちゃ先になるかもしんないけど、まあその第2弾はやってくる期待っていうのはかなり持てるんじゃないのかなと思います。で、結論先に言っちゃうと、もし自分が無課金とか微課金であんまりお金かけずモンストやってますよ、オーブ限られてますよっていう人で、呪術廻戦コラボ知らないけどどうなのって言われたら、星4好みの確保だけして終わればいいんじゃないのかなと思ってますね。なぜなら復刻ガチャと光ガチャで、もう分かれてる、正直はっきり言ってクソガチャなんで、これはちょっと運営さんに言っとかないと伝わらないからはっきり言うけど、まあそんな感じのガチャっす。乙骨と五条先生は、正直今のモンストの環境でも上位に位置してると思うんですけど、分けられてるから、さすがに 1.2% 複数のガチャでなんか引いて取りに行くみたいな余裕はないんで、それだったらやっぱり長寿とか激寿とか、あとはもしくは今後やってくるコラボとか、そういうのに回した方がなんかもっといいことできるんじゃないのかなって、呪術廻戦コラボに思い出ないからね。だからそういう性能だけで見たら、星4号のみの過去単発でトゲパンダ巻き、これを1、2体引いて、あとは復刻の伏黒とか釘崎とか持っといて終わるかなっていう感じで、なんで10連20連して終わるか、本当に単発でちょちょいと引いて終わるかっていう感じ。というわけで性能評価やっていこうと思うんですけど、今回の星5、6キャラは乙骨ユタだけなんで、このキャラだけ真剣に話して、イタドリとか五条先生とかナナミンはパパッと今の環境でこうだよっていうのを話していこうと思います。で、ユタの強みなんですけど、正直殴り友情 SS 全部強いっす。例えば殴りだったら超アンチダメージオールとファーストキラー持ってるんで、どの属性に対しても2つ合わさることで 1.95 倍約2倍の殴りできますよっていうのあるし、で、友情もパワードライブとハイクロススティンガー、モンスターとかなり上位に位置してる2つの友情を持ってる上に、スワビにファーストキラーあるんで、まあ、最初に殴った相手にだけキラーが乗るんで、これが実質攻撃よりもちょっと上くらいの強さで出せるっていう強みあるし、さらに超バランスにしたら対闇に関してはもっとこれよりも威力が上がるんで、まあこれすごい強し、マーチでもう自分も使ってみたけどめちゃくちゃぶっ壊してたしね。で、SS のリカちゃんレーザーなんですけど、これだけ直殴り乗らないんで、まあちょっと最初うんと思ってたんですけど、倍率すごい高くて、直殴り乗らない SS の中だと多分一番倍率高いのってカマエルだと思うんですけど、おそらくその次くらいに高い倍率持ってるんじゃないのかなっていう。だから、この接待したらいろんな豪絶ワンパンとかもできたし、まあ接待しなくても普通にかなり削れる上に、あと画面全体に割合 SS ぶちかますんで、まあその直殴り通らなくても最低限の削りはやってくれるよっていう感じで、あとボス必中もあるしね。なんで、まあ正直どこも悪いところが殴り友情 SS、 まあ最初に言ったけど全部強いんですよね。なんで正直このダメを魔法陣ワープ持ってるんですけど、それぞれのターン浴びのクエストでなんかキャラ連れてきてよみたいな、そういうクエスト行くよって時にも十分選択肢に上がるぐらい強いっす。で、SS に関しては1段階目 1.66 倍で追撃は攻撃力の40倍のレーザーを打つんですよね。で、割合は画面全体に 16% 打ってヒットポイント低い敵に対しては割合じゃなくて150万の固定ダメージ与えますよっていう感じですね。で、2段階目になると 2.5 倍の殴り、結構高い方だと思うんですよね。で、追撃は50倍になって画面全体の割合は 21% に上がります。で、最低保証は200万のダメージっていう感じですね。で、回復に関しては触れた味方のヒットポイント全部一気に回復するっていう感じ。だから3キャラに触れると3キャラ分のヒットポイント全部回復するんで、まあ大体7万8万くらい回復するっていう感じの使い方になってる。だから、
ヒスキルリだとかみたいにたくさん触れて回復するんじゃなくて、各キャラ1回ずつ触れればいいよっていう感じのちょっと簡単な回復 SS になってるんですよね。それじゃあ殴り友情 SS 強い強いと言ったユータさんにもやっぱり弱み気になる点というものがありまして、それを話していきます。でまず SS なんですけど、ターンがすごい長いっす。19ターンと27ターンってかなり長い SS なのに、それを自分で短縮する手段持ってないんで、思ったよりも SS のターン使う場面がねなかなか出てこないですね。中ボスとかボス位置とかで使いたいけど、まだ溜まってない、溜まっててもボス位置とか本当に即必殺がないとなかなか使いたい場面で使えないみたいな場面出てくるんじゃないのかなっていう気がするね。であと19ターンと27ターンって4手目で最速のターンなんで、自分で持ってるんだったら 1,2,3 手目に置くと思うんですけど、絶対遅れて回ってくるっていうのがちょっと気になったとこかな。でさっきはダメオワープ魔法陣、この辺だとターン浴びですらユータ強いよっていう話したんですけど、今のモンストの環境って減速壁かなり多いんですよね。だからこの環境の中で、まあ、それを持ってないユータがどこまで生きていけるかっていう不安はねちょっとある気がする。その去年の五条先生が結構使われてた理由の一つは減速壁持ってたっていうところもあると思うんですね。だからそれ持ってないユータはちょっとこれからのモンストどうなるかっていう気になるところではありますね。であと強すぎるゆえにおそらく接待はないんじゃないのかなっていう気がする。正直減速壁はともかく重力とかそういうところだったら、まあ一殴りの強さとか友情とかで使われる場面ちょこちょこあるかもしれないですけど、ダメオワープのクエストとか、まあその辺の魔法陣とかその辺でなんか連れてこいよって言われるとき、本当にユータ強すぎるんで、まあ、それかキスキルリラ、まあ、この2強ぐらいだと思ってるんで、だからちょっとこれ大丈夫かなっていう、この2つでなんかクエスト来てもいやユータとキスキルとか限定接待やんけって怒られそうなんで、ちょっとまあモンストさんやってくるかわかんないですね。であとこれは本人の弱みじゃないんですけど、これ引くために光ガチャ引かないといけないんですけど、光ガチャの、まあ、ユータ以外のキャラ、まあ、持ってなかったら1体目とかならいいんですけど、2体目3体目持ってて助かるキャラってサンダルフォン以外正直そんないないんですよね。だからユータ1体 1.2% のためにめちゃくちゃ頑張ってガチャ引くかって言われると、ちょっとためらわれる部分っていうのは正直ある気がする。でワクワク厳選に関しては同族過激3種で殴りとかリカちゃんレーザー強化するか、あとは友情も普通に強いんで遊撃つけるか、即必殺で本当に短縮する手段を自分で持っとくっていう感じの厳選の仕方になるかな。で1体持ちだったら、自分だったら、まあ、同族過激と即必殺つけて、あとは低難易度で使うか高難易度に使うかによって遊撃か過激、まあ、どっちかつけるよっていう感じ。で、複数持ってるんだったら、証つけたユータの方に同族過激3種つけて、証持ってないユータの方には即必殺と遊撃つけて、その2体連れ回すときに、まあ、その即必殺の方も強化できてるよっていう感じの厳選の仕方に自分はするかな。というわけで、乙骨ユータのまとめに関しては、光属性のダメオワープ魔法陣それぞれターン浴びで見ていっても最強クラスに位置してるキャラクターなんじゃないのかなっていう気がする。であと多少のアビリティ無視だったらできるんで、まあ、かなり闇属性のクエストで無双できるんじゃないのかな。ただ本当にユータ最強みたいなクエストは運営さんも作んないと思うんで、アビリティ被ってるキスキルラもし持ってるんだったら、まあ、多分本当にそこから貫通接待みたいなことは運営さんもしてこないと思うんで、なくても最悪問題ないんじゃないのかなっていう気がしますね。で現状の適正に関しては近畿10とかあと15地雷はあるけどある程度無視できるしね。であとギミック対応完全無視だけど、マーチ他のキャラで地雷回収してあげれば全然使えるんで、まあ、これもいけんじゃないのかな。というわけで対闇属性だったら本当に最強クラスの性能してるんで、即死地雷とかそういうのが来ない限りは多少ギミック無視しても連れてけるポテンシャルは全然ある気がする。ただ等倍属性に関してはちょっと連れてくの難しいんじゃないのかなっていう気がするね。じゃあここからは復刻したキャラの話やっていこうと思います。で性能自体は情報修正とかされてないんで、パパッとそれぞれ話していこうかな。じゃあ五条先生から、この実装されてから9ヶ月ぐらい経ったんですけど、印象としてはもう困ったら五条先生使えばいいよねみたいな、なんか最適を実装されてから取るっていうことはほとんどなかったと思うんですけど、なんていうか適性がいやガチャゲンいねえしみたいな、でも降臨連れてくよりかは五条先生連れてけばまだ仕事してくれるよねみたいな、なんかそんな感じの印象だった気がする。でやっぱり実装されてから減速壁のクエストかなり多かったんで、そういうところで持ってる五条先生がかなり役に立ってくれてたんじゃないかな。もし減速壁持ってなかったらここまで活躍することはなかったでしょうね。でやっぱりその辺可能にしてるのは SS での、まあ、二巡自強化継続にオールアンチもしてる、さらにアンチブロックもしてるっていうところがかなり大きかった気がする。であとは全体遅延がそのボス戦だったり雑魚処理だったりで困った時に SS 使って無料空所することでなんとかしてくれたよっていうのもあるのかな。あとは状態上レジストもちょこちょこ役に立ってくれた印象はあるかも。
で、自分の場合は、裏覇者で五条先生すごい使ってるんですよね。なんか属性ごとに最適キャラ探したりするのすげえめんどくさいんで、まあ五条先生使っとけば、まあ最適キャラと比べてもまあ30秒から1分ぐらいの差で終わるでしょみたいな感じの、なんか適当な使い方。もう、考えたくないから五条先生使うみたいな感じでよく使ってんね。あとは25の極でも使ってるかな。じゃあ次は虎杖ね。で、これの印象としては、28の極のワンパンキャラとして実装されてたと思うんですけど、その後にエリミネイターのワンパン枠とか、あとは未開の28ワンパン枠とか、そんな感じでやっぱりワンパンキャラとして使われるような印象あったけど、まあその虎杖最適みたいな、虎杖艦隊でみたいな感じの使い方はあんまりされてなかった印象なんじゃないかな。で、原則壁環境だったんですけど、なんかそこで虎杖、まあ別に使おうと思えば使えたんですけど、なんかそこまで無茶して虎杖使わなくてもいいかなみたいな感じで、あんまりなんかそんな虎杖艦隊でなんかするみたいなイメージあんまりなかったかな。で、ワンパン動画ではすごい結構な頻度で出てきてる印象あるんですけど、まあネタ攻略的な感じなんで、まあこれ真似してなんかやってみるみたいな、そんな感じのはあんまりそういう実用性面ではなかったような感じがする。で、あと未開28とか豪絶エリミネイターとかでの接待があったんで、今後持っててもそういうワンパン枠として使うことあっても複数体持っててなんかすげーたくさん入れた方がいいよねみたいな感じの出番はちょっと来ないんじゃないのかなっていう気はする。じゃあ最後にナナミンね。印象としては近畿10で結構使われてたかなっていう印象だったんですけど、シンフォルスで接待来たよね。ギミック対応しないけど1体編成しとけばその SS 使うことですごいボス削れるよみたいな感じの使い方されてたような気がする。ただ今回乙骨来たことで立ち位置完全に奪われちゃった。そうね、ダメオ魔法陣も乙骨持ってるし、でキラーはまあファーストキラーで補えてるし、向こうは超バランスにもできるんでさらに火力上げられるっていうことで、まあちょっとナナミン使う場面かなり減っちゃったかなっていう。一応まあ乙骨艦隊なんてよほどの人じゃないと組めないんで、合わせて組んでまあ SS ターンチャージで乙骨のサポートすればいいんじゃないっていう使い方も一応やろうと思えばできるんですけど、まあどっちが強いって言われたら完全に乙骨になっちゃったかなっていう感じで、あとリカビームも渡勝時報もどっちも直殴り乗らないんですよねみたいな感じかな。じゃあ最後に引くとしたら一体どっちのガチャを引くべきかっていう話をしてこの動画を終わろうと思います。で、作品に興味なかったら星45の確保だけでもいいんじゃないって言ったんですけど、作品に興味ある人は一体どっち引いたらいいのかっていう話を今からしていきます。ただ最初に言っとくと、好きなキャラがいるんだったらそのキャラがいる方を引けばいいんじゃないっていう感じですね。ゼロ見て乙骨好きになったら乙骨だし、アニメ見て五条先生好きになったら五条先生いる方を引けばいいんじゃないのかなっていう感じ。ただ性能で見たらどっちがいいのっていう話を、まあ、これからはしていこうと思います。で、各キャラのなんか総合力的な強さを考えた時にちょっと並べてみたんですけど、五条先生と乙骨は並んでるけど、ただ多属性の使われやすさとかそういう元素界持ってるとかその辺考慮して五条先生の方がちょっと上になってんね。で、虎杖、ナナミンっていう順番で、まあ、強さ順的なの作ってみました。で、全部持ってないよっていう人は個人的にはやっぱりその辺考えて五条先生狙いに行った方がいいんじゃないのかなっていう気がする。で、五条先生一体だけ持ってるよっていう人は乙骨狙いで光ガチャ行けばいいんじゃないのかなって思うね。それか虎杖とかをその28とかエリミネイターのワンパン用として使いたいっていう明確な用途がある人は五条先生2体目とか持ってても全然困らないんで、そっちも合わせて狙っていって復刻ガチャをまだ引くっていうのをやってもいいかもしれないですね。で、五条先生2体とか持ってるんだったら虎杖とかにすごい用がない限りは乙骨引きに行けばいいんじゃないのかな。で、虎杖とかナナミン持ってるけど五条先生は持ってないよっていう人は復刻ガチャで五条先生狙いに行けばいいんじゃないのかなって思ってんね。で、どっち引くべきかみたいな話をしてきたんですけど、ただ光属性のガチャって限定も他に出てくる可能性あるんですね。だからこの辺のサンダルフォンとかキスキルとかベンザイデンとかデビワン、その辺一体は持っててもすごい役に立つよっていうキャラたちを持ってなかったら、まあ、光ガチャ優先してもいいんじゃないかなっていうのはある気がする。まあ、この辺は本当にその人の手持ちに関わってくるんで、例えば、なんかサンダルフォン以外の限定には興味ありませんっていうんだったら、復刻ガチャ引きに行った方がいいし、全く光ガチャの限定持ってませんっていう人は、復刻ガチャ引くよりも、その乙骨狙いに行って他の限定出てきても、まあ、初めて出たし、いっかって許せるんで、そっちの方が引きに行った方がいい。本当にこの辺は手持ちしないなんで、大雑把な見分け方はしたけど、まあ、最終的な判断は自分の手持ちの光ガチャの限定とか、その辺持って、あとは考えた方がいいんじゃないのかなっていう感じですね。はい。じゃあこれで参考になったら幸いです。終わります。ごきげんよう。